2日目始まりましたね。先ほどの映像で全く関係ない僕がちょっとうるっときてしまうっていうね。いやすごいいい映像だったと思います。そうですね、エレカジのなぜか何機だったか、3機か、突入しましたね。なんか、さっきもみんな来年もいるんですけど、まあそうですね、3年生もすごいなんか上手くなったし、まあ、なんていうか、こう4年生がいなくなった後も、まあこう、きっとママ音が続いていくんでしょう、続いていくでしょうから、まあ、4年生の皆さんも卒業した後もこう、ママ音をね、見に来たりとかしたらいいんじゃないですかね。そうですね、まあなんであんまりこう3年生の心配とかはいらないんじゃないかなと思いました。はい、まあ、頭なんであんまり長々としゃべるのもあれなんで、そう思います。1曲目は悲しみの果てかで、2曲目になるのは花男マイクちゃんが上げてくれたんですけど、僕高校の頃にすごい聴いてたんですよ。はい、よっしゃ、行きますか。懐かしい感じ。それでは、ね、エレファントカラさんでした。はい、ありがとうございました。